んにちは。カクテルラボバーテンダーの太郎と申します。今回はダージリンクーラーというカクテルを紹介します。材料は紅茶リキュール 30ml、 フランボワーズリキュール 20ml、 レモンジュース 10ml、 ジンジャーエール適量になります。ダージリンクーラーは最近 SNS でも話題になった紅茶のリキュールを使ったカクテルの名前です。カクテルの中でも比較的度数が低いため、バー初心者の方にも飲みやすいカクテルです。紅茶の深い味わいの中にフランボワーズのフルーティーな甘みと、レモンの程よい酸味、ジンジャーエールのパチパチとした炭酸が広がります。ちなみに当店はスタンダードのものより少しフランボワーズの甘みと紅茶リキュールの深みを足したレシピで提供しております。詳細は概要欄にてご覧ください。それでは作っていきます。